列車すれすれに飛ぶオオワシ、電柱に止まって感電死したオジロワシ。希少な野生生物が多い道東では車や列車、風力発電への衝突や感電死などの事故が後を絶ちません。環境省によりますと、道内では昨年度、保護が必要な希少種146羽が怪我や死んだ状態で収容されました。環境治療とは、野生生物と人間が安全に暮らせるように事故の原因を調べ、再発を防ぐ対策を取ることです。あちらの橋ですが、ワイヤーが張られているのが分かります。橋の欄干に止まったワシが飛び立つときに車と衝突する事故では、欄干にワイヤーを張り、鳥が止まらないようにしています。こうした対策を積極的に進める釧路市は、昨日、環境治療先進都市として PR していくと発表しました。釧路地域はですね、希少な猛禽類がたくさん生息する豊かな自然を有する町なんですけれども、こういった対策が釧路地域で広く行われているということを皆さんに知っていただくということが非常に大事なポイントかと思います。